今日は本当に。じゃああと10分後ぐらいに着くから。じゃあね。エリコ来たよ。ご近所迷惑になっちゃうよ。何やってんの？ごめん。お邪魔します。そこのコンビニの店員マジでかっこいいよね。いらないもんまでいろいろ買っちゃったよ。はい、お土産。エイコこれ好きでしょ。もうなんなの？なんかあった？あ、買った。しんやくんと喧嘩したとか。もしかして別れちゃった？マジで。なんで？浮気とか。なんだよ。落ち着いたら話す。ごめん、何も知らなかったから。ううん、大丈夫。あ、じゃあさ、今度合コンしようよ。私セッティングするからさ、ね。はい、はい、あ、そうだ、あそこのコンビニの店員にも声かけようかね。今日は飲もう。はい、乾杯。マジで？マジで？何？いやー、エコも意外とやるね。そうそうそう、普通だと思うけど。いや、やるよ。私も、うん、あのセクハラ店長にそうやって言ってやればよかったんだって。そうだよ。セクハラ店長。やばい。あ、ねえねえ、懐かしいこれ。どうしたの？なんか落としなかった。え？何？え、何も聞こえなかったよ。何？何？何？やめて、やめて、やめて。
ベッドの下の男って言ってた。何それ。あれだ、あのさ、友達がそれ気づいて、あれ家から出ようぜ。ああ、それ知ってるけど。ここにも言い方持って。<笑>いや、見てたよね。ちょっとね。でもあれだな、今日やっぱマミ来てくれてよかったわ。すごい気紛れた。でしょ。うん。よいしょ。大丈夫？大丈夫。アル中じゃん。メイコ？メイコ？ふざけてんの？もしもし？もしもし、マミ？エイコ今コンビニ来てるんだけど、なんか欲しいもんある？ねえ、ちょっといきなりいなくならないでよ。ごめんごめん、お酒なくなっちゃってさ。あー、なんかいろいろ適当に買ってきてくれればいいよ。了解、すぐ帰るから。はい、バイバイ。遅いなしんやくん。
you